輸入企業を経営してます。最近の急激な円安に戸惑っております。もうちょっと緩やかな円安なら対応しちゃうんです。ついのですが、ユリックさんならどう対応しますでしょうか。新規事業を起こすなど、えっと輸入なんですけど、仕入れ先に対してこれ日本の安いから買わねえっていうので輸出型に変えるっていうのもやっちゃってもいいんじゃないかなと思います。はい。 ただ、まあ、コメントで、円安が進みて、進みて何しようかニヤニヤしてるっていう。要はその、今、円安がめちゃめちゃ進んでて、海外から物を仕入れるっていうのが、まあ、めちゃめちゃ高いから生活きついよね。なので、円安ってこれ以上続くとまずいよねっていうのが、一般的には正しいんですよ。でも、じゃあ、円安進みすぎて、1ドル200円とかになったら、むしろ日本のものを海外に売ると、めちゃめちゃ儲かるんですよ。 なので、あじゃあもう1ドル200円になるんだったら、俺これ売るわとか、なんか家のなんか蔵に入ってるどうでもいいなんかあの、タンスとか売るわ、みたいな、っていうのも儲かるようになっちゃったりするんですよね。っていうのもあったりするので、なのでその、1ドル100円がずっと続くっていう停滞がいいのかっていうと、もうなんか狂った数字にした方が、実はもう今までと違う何かの社会の仕組みっていうのが始まるので、そういうピンチはチャンスみたいになる可能性もあるんですよ。 だ、もちろん、みんな貧乏っていうパターンもあるので、あの、それが正しい、それが正解だ僕は言いません。ただ、あの、今までうまくいった人がうまくいかなくなって、今までうまくいってない人がうまくいくっていうパターンにもなったりするので、そういう、あの、なんかガラガラポン的なものがあった方が、停滞は少なくとも避けられるんじゃないかなと思いますけど。要は、その、いい変化になるか悪い変化になるかっていうのは、その、やってみないとわからない部分からですけど、ただ少なくとも、停滞を選び続けると、停滞って、その日本の停滞の場合って、 低空飛行じゃないでですよ徐々にずっと下がり続けてるん要は他の国は伸びてるから。なので、その、徐々にずっと下がり続けるっていう、今の政治家らしい政治家を選ぶと、ずーっと下がり続けるものなんですよね。で、これが多分、じゃあ40年、50年、60年ってずっと続けていくんですけど、なので、僕はどっかの段階で変化を起こすっていうのを一回やらないといけないと思うんですよ。でもっとひどいことになったら、いやいや、あれはまずかったよね。でも、そのじゃあ、あれはやらないようにしよう。 っていうので、その失敗例として避けることができると思うんですよね。例えばその民主党に任せたときに埋蔵金はありますって言ったけど、なかったじゃんみたいな。だからもう埋蔵金があるとか信じるのやめようぜとか。で、この消費税上げるの良くなかったよねとか。多分いろいろやっちゃいけないことっていうのが生まれてくると思うので、なので変化をさせるっていうことの方が、ずっとその下がり続けるよりはマシなんじゃないかなと思うんですけど。